こんにちは、アキコダンスプロジェクトの小野あきこです。今日はジャズダンスもしくはモダンダンスのクラスの中に出てくる腹筋と背筋のエクササイズ、これは体幹もしくはコア、そして体軸を作るエクササイズでもあります。そのエクササイズをやっていきます。この体幹部だけになりますので、しっかりと筋肉に集中しながらやってみましょう。それではまず腹筋からです。両足拳1個分ぐらいに開いて仰向けになります。両手頭の後ろです。息を吐いて骨盤をマットに押し付けるような感じですね。仙骨を押し付けるようにして体を上げていきます。肩甲骨のとこまでです。で戻します。最初ゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、この8カウント4セット。そしたら次早く1、2、3、4、5、6、7、8、これを4セットやっていきます。それでやっていきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、息を吐いて3、4、5、6、7、肩甲骨のとこまで上がってきて3、2、3、4、5、顎詰めないようにしていきます。4、2、3、4、5、6、7、早く1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、戻していったら一度膝を抱えていきます。両膝を戻していったら次腹斜筋です。やり方はお腹をへこますようにして仙骨を押し付けていったら右の方に体を傾けます。右の手を右のかかとにくっつけるようにして手を見ていきましょう。反対同じようにしてで戻します。やり方が確認できたらテンポですが1、2、3、4でやっていきます。右左往復で10回だけやっていきましょう。5、6、7、8、9、10、戻していきましょう。膝を左側に倒すようにして今使った腹筋を少し緩め戻していったら反対側軽く緩めます。戻していったら最後は背筋です。中指指先がまっすぐ前を向くようにして膝両足合わせていきます。肩の真下に手が来るようにしてつむじから膝まで一直線です。やり方は1、2、3、4で腹筋も使いながらしっかりと手で床をしていきます。10回です。5、6、7、8、1、2、3、4、2、3、4、3、2、3、4、4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 、
6 2 3 4 7 2 3 4 8 2 3 4 9 2 3 4 10 2 3 4戻していったら、一度腰を後ろに引いていきます。手をよく伸ばすようにして
いかがでしたでしょうか。と短い時間でしたけども、ぐっと体幹が引き締まったような感じがあると思います。慣れてきたらさらにレベルアップしていくようにしていけると思うので、最初の段階としてぜひやってみてください。音と一緒にやっていくことでさらにリズム感がついていきますので、楽しんでやってみてください。